時刻は10時を回りました。この時間は FM ノワンより、議の庵市ジノンインフォメーションをお伝えします。司法ギノワン6月号よりお伝えします。選挙を知って未来の投票に備えよう。 18歳からの選挙が始まります。政治、社会が18歳からの若者の力を必要としています。平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。少子高齢化、 人口減少社会を迎える日本の状況において、日本の未来を作り担う10代の皆さんの力が必要とされています。より早く選挙権を持つことにより、若いうちから社会の担い手であるという意識を持って、政治に関心を持つ若者が増えてほしいと期待しています。一人でも多く投票に参加し、若者の声を政治につなげていきましょう。 選挙権年齢を18歳以上に引き下げた理由は18歳、19歳をはじめとする若者の力を政治、社会が必要としています。進学や就職で引っ越したら住民票を移しましょう。選挙で投票するためには選挙権を有しているだけでなく選挙 選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は住民票がある自治体で行われます。そのため、進学や就職などに伴い、実家を離れる場合などにおいては、引っ越し先の自治体への住民票の届出が必要です。 有権者は情報を発信できます。18歳以上になれば選挙運動ができます。SNS やブログなど様々なインターネットツールを利用して特定の候補者の当選を目的とした活動もできるようになります。なお、候補者や政党など以外は電子メールを利用した選挙運動はできません。 また、満18歳未満の者による選挙運動や公示、告示日から投票日前日までの期間以外の選挙運動も禁止されています。みんなでつなごう沖縄の未来第24回参議院議員通常選挙。 平成28年7月28日、任期満了に伴う参議院議員通常選挙が行われます。投票について、投票日、場所などについては、ご自宅へ送付される投票所入場券をご確認ください。投票の際は、参議院選挙区、議員選挙、記入するものは、 候補者名を記入してください。参議院比例代表選出選挙については、政党名、または候補者名を記入してください。期日前投票についてです。選挙当日に仕事、レジャーや観光総裁の用務で投票所に行けない方は、前もって投票することができます。 場所は市役所1階7番選挙管理委員会。時間は午前8時半から午後8時。投票所入場券裏面の誓約書をご記入の上、ご持参ください。投票所入場券を持っていない方は身分を証明できるものの提示が必要です。 次に不在者投票についてです。次の条件に当てはまる方は、事前に市選挙管理委員会へ必要書類を申請し、投票できます。あ、必要書類を請求し、投票できます。事務手続き上、郵便でのやり取りなどもあるため、一定期間を要します。お早めにご相談ください。 郵便などでの不在者投票、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の非保険者証、要介護後をお持ちの方で、体に重い障害などがあって投票所に行けない方が、自宅などで郵便により投票できる制度です。 次に、遠隔地での不在者投票。仕事などの事情により、選挙当日に投票所に行けない方が、滞在地の選挙管理委員会で投票できる制度です。次に、指定施設などでの不在者投票。沖縄県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入院、入所している場合で、 選挙当日投票に行けない方が、その指定施設などで投票できる制度です。指定施設などは沖縄県のホームページでご確認いただけます。今年の春に引っ越しをされた方は注意が必要です。選挙で投票する場所は原則として住民票のある市区町村です。 しかし、今年の春に引っ越しをした場合、今年の夏の参,院参議院選挙に新住所地で投票することができない可能性があります。ただし、新しく有権者となる18歳、19歳の方は、引っ越しても旧住所地で投票することができます。今回、公職選挙法が改定されて、 改正されたことによって、新しく有権者となる18歳、19歳の方が、今年の春に引っ越しても、旧住所地に3ヶ月以上住んでいた場合、夏の国政選挙には旧住所地で投票できます。お問い合わせは、選挙管理委員会事務局、電話893-4411 内線185または186または187までお問い合わせください次に博物館市民講座2 自然観察野外講座のお知らせです。木々が茂る身近な公園を散策して動植物を紹介します。日時は7月24日日曜日朝9時から12時集合場所は浦添大公園駐車場定員は25名です。 講師は私立博物館館長です。受講料は100円。申し込み期間は7月13日水曜日までです。定員に達し次第締め切らせていただきます。受付時間は9時から5時。お問い合わせ、お申し込みは私立博物館。電話、870。 9317なお、火曜日は休館日となっております次に、内縄口市民講座中級受講生募集のお知らせです2016宜野湾市地域づくり推進事業日程は7月8日から9月2日 毎週金曜日。時間は夜7時から9時の全7回です。内容は内縄口日常会話、内縄芝居など。場所は中央公民館研修室。受講料は無料です。教材費500円がいります。定員は30名。 内縄口に興味関心のある方。お申し込みは6月30日木曜日まで。主催、宜の湾市内縄口会。お問い合わせお申し込みは電話892-6664または898-7417 次に、初級上級英会話、初級中国語受講生募集のお知らせです。儀能湾市国際交流協会主催講座、初級英会話、できる、楽しむ、簡単イングリッシュ。日時は7月4日から毎週月曜、全10回です。上級英会話、英字新聞から学ぼう。 は7月6日から毎週水曜日全10回です。初級中国語、おもてなし中国語の講座は7月7日からの毎週木曜日全10回です。時間は午後7時から9時。定員は各講座20人です。 場所は人材育成交流センター目吹き2階研修室2現在お申し込み受付中です受講料はテキスト代込み会員5000円非会員7500円です 未成年者が受講する場合は、保護者の承諾書が必要となります。お問い合わせは、儀能安市国際交流協会事務局、市民協働推進課内、電話内線四二三次に、自然と触れ合う家族の集い。 親子で野外料理に挑戦しよう。日時は7月16日土曜日と7月17日日曜日、雨天決行です。定員は小学生以上の家族15組程度。料金は1人2000円。募集期間は7月5日火曜日から12日火曜日です。 定員に達し次第締め切らせていただきます。内容は、どんぐり工作、ダッチオーブン、料理、ローストポーク、キャンプファイヤー、ボンファイヤー、石川岳登山。持ち物は、弁当、水筒、軍手、タオル、洗面用具、石鹸、シャンプー、登山できる靴、サブリュック、マイコップ、着替え、 帽子雨具からの 1l 牛乳パック。お申し込みお問い合わせは県立石川青少年の家。電話9643263まで。以上、この時間は宜野湾市。ジノンインフォメーションをお伝えしました。この時間はギノワン氏の提供でお伝えしました。